じゃそれではえー、っとですね次2時から栃木トラック感情知性を高めて達人アジャイルコーチスクラムマスターになろう、えー、和田さんですねということで発表していただこうと思います、はい、ではよろしくお願いしますはいえー、ありがとうございますえー、スクラムイングジャパンの和田ですえー、今日はあの感情知性を高めてまあ、達人コーチスクラムマスターになろうというテーマでお話をさせていただきたいと思っております。 えっと、まず私の自己紹介なんですけども、私はスクラムインクジャパンという会社におりまして、あの、スクラムやスクラムアウトスケールのトレーナーをしていたり、あの、日本のいろんな会社にですね、スクラムとかスクラムアウトスケールを導入する仕事をしていて、まあ、より良いチームとかですね、組織づくりを支援するっていう仕事をしています。で最近は、あのー、個人の成長も支援したいという思いが、まあ、すごい、あのー、湧き起こってきて、 えと今日なんでそうなってきたかみたいな話もするんですけれどもあのコーチングに関する本を勧約したりとかあのその考え方を広めるです、ね、会社アンロックという会社を始めたりしていますで今日あの皆さんにお伝えしたいことなんですけれどもあのやっぱりこうコーチとかスクラムマスターってものすごいいろんなあの役割が求められる仕事で自分もあの本当にその達人コーチなんてとても言えない ですけれどもやっぱりそんな中でこう道しるべになるものっていうのを最近知りましてあのスクラムアライアンスの,あの名誉 CC サーティファイドエンタープライズコーチのボブ・ゲランさんがあの中心でやっているアジャイルコーチングロスホイールともの知ってですねこ非常にあの自分自身とかスクラムインクジャパンのメンバーのコーチとしてもこうみんながこう自立的に成長する道しるべになっているんでこれはあのぜひあの紹介したいなと思ってます。 あとの、そのアジャイルコーチングローズフォイールの中でもですね、アジャイルコーチっていうのは感情知性が大事だってことを言われてるんですけれども、感情知性ってそもそも何なのみたいなことをお話ししたりとかで、コーチングを通じて感情知性を高めることができるという話を通じて、まあ、感情知性を高めて、まあ、一人一人あの自律的な成長をするという話をしたいなと思っております。では、なんであのこんな考え方に至ったかということなんですけれども、 千葉のスクラマとかスクラマットスケールにあの、まあ、出会って、まあ、日本の会社ってあのやっぱりすごい統制型なんで、もっとその生き生きとしたチームにしたい、まあ、そんなふうに思いながらも、あのスクラムを導入する仕事、特にあの、まあ、大きなあの会社にスクラムを導入するとき、どういうふうにやってたかっていうと、まあ、組織の今、課題、あのウォーターホールで開発しててもいろんな課題があるんで、まあ、こういう課題がありますよね。 でそれに対してスクラムを導入するとこういうふうに解決できますよみたいなあのコンサルティングアプローチをしていたんですけれどもまあ全然うまくいかないスクラムをやりたいという人をコーチングするっていう時には、まあ、それなりに成果を出すことができたんですけれども、まあ、大きな会社で、まあ、スクラムにあの肯定的な人もいればどちらかというとまあ関心がない人とか否定的な人も多いっていう状況の中で この,あのアプローチをしていると、やっぱりすごいネガティブな感情が湧き起こってしまって、なんでお前みたいなこの若いやつに言われなきゃいけないんだ、もう全然あのちょっと自分も若くなくなってきてますけど、まあ、そうやって言われたこともありましたし、まあ、なかなかこういうアプローチってうまくいかないなみたいな感じてました。そんな中で、あのーまあ、ポジティブアプローチとか、あとアプリシエティブインカイアリーと言われている新たな組織開発のアプローチに出会いまして、 でこれはあのあの組織の課題とか発見から入るんじゃなくて組織とか人間ってもうそもそもその可能性とかあの、まあ、何でもできる可能性を持ってるっていうそのあの前提から入ってどういう強みがあるのかとかどういう価値観を持ってるのかそこからどんなあの、まあ、組織のありたい姿をあ,のありたい姿をみんなでその明確にしていってそこから 本当にアジャイルってやるべきなのかってみんなで腹落ちをして始めるっていう組織開発の手法があるんですけども、まあ、その手法をやっていくと、まあ、少しずつ、あのーまあ、アジャイルとかスクラムに、まあ、否定的だったというか、まあ、あまり知らなかったっていう人たちも「あのー、あアジャイルでスクラムってこういうことなんだ結構自分の会社の今の強みとつながってるじゃん」とか「やりたいことに近いよ」って言われることが出てきてあのー 問題解決をするようなアプローチよりもみんなの本当のありたい姿を引き出したりとかあのポジティブな感情を引き起こすことの方が、まあ、可能性があるんじゃないかみたいなことが少しずつ気づきとしてあったっていうのはあります。でもう一つがあのすごい恥ずかしい話なんですけども自分はその、まあ、自律的なチームをまあ支援するそのコーチという役割でありながらあの子どもがあの今年 まあ中学生になったんですけども、中学受験において、もうすごい問題解決アプローチをしてしまった。あなんでこういう点数取れないんだとか、あのなんでこう宿題サボっちゃサボってるんだみたいな、ゲームやらないで宿題やれみたいな、もうすごい高圧的な言い方をしてしまったりして、あのまあ、自分自身もなんであの子供にもっと寄り添えないんだろう。 みたいなことを悩んでた時があって、でその時にあの、まあ、コーチングが可能性があるんじゃないかみたいなあのことを思って、もっと子どもの主体的にやりたいこととか、子どもの本当の意味での,あの、まあ、ビジョンを引き出したいみたいなことで、結構コーチングの勉強をし始めて、まあ、その中であの先ほどあの、まあ、紹介した本とかもです、ね、出版したんですけれども、 まあ子どもと一緒にあの本当の意味でその子どものやりたいこととかビジョンみたいなのも話し合ったりとかすると、まあ、子どもも中学受験ってあの自分にとって必要な部分もあるよねとかあの自分の,その未来を実現するためにこの学校に入ってみたいとかですねあの、まあ、子どもも前向きになりましたし、まあ、自分と子どもの関係性も少しずつ変わってきて、まあ、本当にこのまま中学受験でも子どもと自分の関係どうなっちゃうんだろうなと思ったんですけど あの本当の首の皮一枚つながったみたいなところがあってあの、まあ、コーチングってなんかすごい可能性を秘めてるんじゃないかなと思うようになりました主にです、ね、この仕事における面と自分の子供との関係性というところで、まあ、個人とか組織の自立的な成長を支援する、まあ、コーチングってもうちょっと探求していきたいと思うようになりましたじゃあそもそもコーチって何かっていうことなんですけども あのコーチのですね語源はあの皆さんあの、ショッピングセンターに行くとアメリカのコーチというブランドがあって、まあ、コーチというブランドのところにはあの馬車のロゴがあると思うんですけども、実はの馬車がですね語源になっています。でコーチっていうのはあの、まあ、馬車にですねあの大切な人を乗せて、その人が望む場所に送り上げてあの送り届けるということが語源になっています。なので、あのまあ、私たちコーチとかですねスクランマスターもやっぱり、 チームのコーチだと思うんですけども、私たちがこういうふうにそのチームをしたいとか、こういうふうに組織を変えていきたいではなくて、まああのまあ、チームや組織や、まあ、もしかすると、ワンオンワンとかされる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、その人がどういうあの姿になりたいかっていうのを引き出して、あのまあ、そこにまあ送りたたけ届けてあげるというのがコーチというのが語ご言になっているそうです。 でえー、国際コーチ連盟、ICF という団体があって、まあ、その,あの資格を取られている方もいらっしゃると思うんですけれども、その ICF の定義では、ですねコーチっていうのはあの、思考を刺激し続ける創造的なプロセスを通じて、クライアントが自身の可能性を講師において、職場においてもプライベートでも最大化させる、まあ、パートナー関係というふうに定義されています。 なのであの、コーチとあのクライアントっていうのは、もう共鳴する関係を作って、コーチ、クライアントが本当の意味であの、グロースマインドセットを育んで、自分で変わっていけるようにあの、まあ、支援する、まあ、そういったあの関係なんだっていうふうに定義されています。じゃあ、我々そのアジャイルコーチとか、まあ、スクランマスターとの関係ということなんですけれども、 あのスクラムアライアンスがアジャイルコーチというのを定義していて、あのアジャイルコーチというのは、個人チーム組織を指導し、インスパイアーし、働き方を変革するように導くで。チームとリーダーがアジャイルの価値とそこを理解し、まあ、それらを効果的に適用して、時間の経過とともにですね、プラクティスを進化させて、それらを効果的に適用して、ブラブラって書いてあるんですけども、あのまあ、先ほどのコーチの,あの定義を超えて、やっぱり あの通常のコーチだとあの相手クライアントとかあのチームとか組織の、まあ、ありたい姿を明確にしてあの助けるあのそこに行くようにそこに行けるようにさあの支える支援するというところに加えてやっぱり我々アジャイルというあの前にこう冠がつくので。 あのアジャイルっていうものを理解してもらわなきゃいけないし、まあ、実践してもらわなきゃいけないのでやっぱりそのコーチングだけではなくて、まあ、ティーチングだったりあのそ,れそれこそアドバイシングだったり、まああのまあ、コーチ以上のものがいろいろ求められるっていうことはあるかなと思います。なのであの皆さんもやっぱりあのコーチング勉強されてきて、まあ、コーチングスタンスっていうのを取りたいんだけれども でもやっぱりそう教えなくちゃいけないしあので,きできてないところがあればあの、まあ、ちょっとアドバイスをしたりとかしなくちゃいけないし、まあ、結構いろんなスタンスを取るっていうところであの、まあ、悩まれてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います自分もよく悩んでいますまたあの特にその日本の組織の,あの変革に携わっている方はもう皆さん多分本当に やること多すぎみたいな思ってること多いと思うんですけれども、やっぱり従来型組織からアジャイルの組織に変わっていこうとすると、もうそれこそやっぱりアジャイルのマインドセットとか考え方も変えていかなければいけないけれども、あのそれこそ働き方の,あの体制だったりとか、意思決定の仕組みだったりとか、人事制度だったりとか、あのまあ開発組織でいったらまあ開発のやり方とか、もう本当にありとあらゆることを変えていかなくちゃいけなくて、あのまあ先ほどの スクラムアライアンスの定義を実現しようとすると、やることがめちゃくちゃ多すぎて、あのまあ、何から手をつけていいかわからないみたいなことにこう悩んでいる方もきっと多いんじゃないかなって、自分もあの今でもそうですし、あのやっぱりすごいあのアジャイルコーチって役割がめちゃくちゃ多いので、どういうふうに自分の成長の軸を持ったらいいのかなっていうの、悩んでいる人って結構いるんじゃないかなと思います。で、私自身もやっぱりそういった悩みもありますし、今も、あの まあどうやって成長していけばいいんだろうとよく考えているんですけれども、まあ、そんな中で,です、ね、私たちそのアジャイルコーチやスクラムマスターやまスクラムの実践者アジャイルのリーダーにとって、まあ、成長の,です、ね、あの道しるべとなるものがあ,のありまして今日はそのご紹介をしていきたいなと思います。 であのアジャイルコーチとしてどういうふうに成長していけばいいんだろうとかですね、あとスクラムインクジャパンってアジャイルコーチがたくさんいる会社なんですけれども、まあ、その中でもやっぱアジャイルコーチ像ってみんな違っていて、まああのー、やっぱりあの何か軸みたいなものが欲しいなと思ってたときにあの、スクラムインクのヨーロッパのメンバーでピーターっていうのがいるんですけども、まあ、ピーターが、あのー、ボブ・ゲアンさんっていう人が、やっぱものすごいそのアジャイルコーチの中では、あのまあ、なんですかね、もう。 カリスマで、一回そのボブゲランさんに教えてもらうといいいよみたたなアドバイスをくれましたであの、早速ですね、あのボブ・ゲランさんに連絡を取る前に、ボブ・ゲランさんの本を読んでみようと思って、あの、エクストラ・オーディナリー・バッド・アジャイル・コーチングという、あのボブ・ゲランさん最新の著作があるんですけども、まあ、これを読んでみました。で、これを読んでみると、あの、 アジャイルコーチに求められるそのコンピテンシー、あの行動特性っていうんですかね、だったりとか、それをどうやって伸ばしていけばいいのかとか、あと実際のそのコーチングの中でその、そのコンピテンシーをどういうふうに使うかとか、あと、まあ我々みたいに、スクラムインクみたいにですね、コーチがたくさんいる会社の中で、どうやってコーチ同士で高め合っていけばいいかみたいな、あのいろんなのアイディアが書かれてて、あ、これはの、すごいいい本だなと思ってあの、早速ですね、ボブ・ゲーナーさんに。 連絡を取ってあの、まあ、アメリカの方なんですけどリモートであの1年以上前ですかねスクラムインクであの1か月間ぐらいコーチングクリニックとかをさせてもらうこともあのお願いしてやってもらったんですけども、まあ、それも非常によくてあのいつかこの本もあの誰かですね一緒に翻訳したいみたいな人がいたら翻訳して日本に出してみたりとかもしてみたいですし あのアジャイルコーチングロースフィールもあのいつかコミュニティの人にもですね、紹介したいなと思っていて、きょう紹介する機会を得たという形になります。じゃあ、あのアジャイルコーチングロースフィールって何なのかということなんですけれども、これ自身はですね、かなりそのあの数十最終的には数十ページみたいなドキュメントになってくるので、 今日は本当にポイント的なところをお伝えしてですね、良かったらですね、ぜひこのウェブサイトを見てあのより探求していってほしいなと思いますし、探求したい人がいたらぜひ一緒に探求していきたいなと思っています。でアジャイルコーチングロソフィールなんですけれども、まあ、我々のようにですね、あの人や組織を支援しているあのアジャイルコーチやスクランマスターあのー。 アジャイルのリーダー、ダスクラムの実践者の、まあ、成長のためのこう道しるべのツールになります。で、えーと、自身と周囲のアジャイルコーチやスクラムマスターで、こうコンピテンシーごとにですね、まあ、どういうふうに自分たちを成長していかなきゃいけないかというガイドがあるので、まあ、それを使ってみんなで学んだりとか、あと時にはその自分のアセスメントをすることで、今ここは強みだなとか、 今後、ここをめちゃめちゃ伸ばしていきたいなとかですね、まあ、自身の強みとか成長の機会を生み出すのに非常に優れているものになっております。では、アジャイルコーチングロスホイールの構成なんですけれども、えっとまあ、車輪のようになって、ホイールなので車輪のようになっているんですけれども、内側にですね、9つのコンピテンシー、コンピテンシーってよく人事の世界で使われる行動特性。 まあどういうような行動特性がアジャイルコーチに求められるかというものが定義されていてで、その外側にですね、コンピテンシーをサポートするドメインの知識というものが定義されています。でそれぞれのコンピテンシーごとにですね、あの、まあ、伸ばしてい初心者はこういうことができる。あのまあ、中級者はこれぐらいのことができる。で、最終的には、 あのエキスパートになると、まあ、こういうことができるみたいなです、ね、レベル感が定義されていてあの私たちがです、ね、このコンピテンシーによって今どれくらいの場所にいるのかなとかあ今後伸ばしていくためにはこういう状態にならなくちゃいけないんだみたいな道しるべがあの得られるような作りになっていますで詳しくはです、ね、本当あのホイールの,あの方を見ていただけるといいんじゃないかなと思いますじゃあ,あの 実際の、ね、コンピテンシーにどういったものがあるかということをご説明していきたいんですけれども、まずあの中心になるのがあの、チームや組織の成長を支援するコンピテンシー。でこれ、5つあの用意されてまして、まあ、コーチング、まあ、ファシリテート、えー、学びのガイド、アドバイス、えー、リーディングというものが定義されていて。 あのまあ、コーチングからアドバイシングっていうのは結構分かりやすいかなと思うんですけれどもあの、まあ、ちょっと分かりにくいのはリーディングリーディングはの、まあ、リーダーとして導くということなんですけれども、まあ、ボブさんによるとやっぱり我々一人一人がそのアジャイルの価値を体現するリーダーとして、まあ、みんなのロールモデルになるっていうこともあの非常に大事なコンピテンシーだとあのボブさんはおっしゃってましたやっぱりコーチングとかあのファシリテーションとかですね実際にあの コーチあのチームに何らかの形であの関与しているとき以外でもやっぱり我々お客様の組織とかですねあの入ったときにやっぱり我々が本当にアジャイルの価値を体現しているのかみたいなこともやっぱりその周りに影響があるのでこうロールモデルみたいな役割っていうのも非常に大事だというふうにおっしゃってました。で、えー、と先ほどの成長支援する役割なんですけれども。あの まあいろんなの役割の定義あるんですけども、あのまあ、私とですね、あのアンロックという会社をやっている内山さんが定義,あの定義を作ったんですけども、やっぱりこのチームを支援していると、まあ、いろんなそのスタンスを取る必要があるのかなと思います。あのこれはの4証言に分けているんですけども、あのまあ成長、どういうふうに成長していくかというそのアジェンダを、まあ、そうクライアントの組織とかチームがまあ自分で考えられている状態。 まあそうでない、あのコーチ側が、ですねコーチ側やスクラマスターがリードしている状態というふうに縦で分かれていて、でえー、左右はです、ね、あのどちらかというとマインドセットとか考え方みたいな長期的な効果を左側に置いていて、えー、右側ですね、左側をあのどちらかというとスキルとか知識とか、まあ、短期的な効果みたいな形で置いています。であのー、これはの こういうふうに行きますよって書かれてるんですけど、まあ、こんなの単純に行くっていうことはないと思うんですけども、やっぱりあのチームの支援をしていくと、やっぱりアジャイルとかスクラムのまずは知識を伝えなくちゃいけないみたいなのもありますし、で、あのチームが少しずつ自分たちでできるようになっていくと、あのまあ、アドバイスを与えたりとかですね、我々自分たちの,あの経験を共有したりとか、やってみせてみたいなんですね、コンサルティングとかメンタリングも必要になってきますし、 でよりチームが自分たちでできるようになってくると、まあ、ファシリテーションみたいなあのものも必要になってきますし、で最終的にはやっぱりそのチームやまあ組織のありたい姿を明確にしてあげて、まあ、自分たちでやっていくというコーチングにあの移っていくみたいなあの、まあ、大きな流れがあるのかなと思います。で、まあ、我々あのコーチってまあ常にこんなのきれいにいくわけじゃないんですけれども、常にあのチームやあの 組織の,、まああの状況を見ながらこのあのいろんなです、ね、役割っていうのを使い分けているのかなと思います。で、えっ、ー、とアジャイルコーチングロ r ホイールでは、先ほどあの成長を支援するコンピテンシーというのが5つあったんですけれども、まあ、それ以外にです、ね、成果を支援するコンピテンシーとして、あのまあ、我々あの、アジャイルやスクラムの専門家なので、 あの一番ここのコンピテンシーが強いという人が多いんじゃないかなと思うんですけども、アジャイルやリーンの、まあ、実践者としての,あのコンピテンシーだったりとか、あとはの、まあ、サーバントリーダーシップとして、あのまあ、プロダクトオーナーのビジネスの,あの成果に貢献したりとか、あとは、まあ、スクラムマスターを通じてあのチームに貢献したりとか、まあ、スクラムマスターとしてチームに あのまあ、よりです、ね、いいチームを作っていくみたいなところに貢献するというコンピテンシーがあったりとか、あとは、まあ、あの大きな組織を変えていくという意味では、まあ、トランスフォーメーションあの、変革組織を変えていくための、まあ、いろんなあの行動特性だったりとか、まあ、組織をデザインするみたいなですねあのような、まあ、能力みたいなものも必要になってくるのかなと思います。で えとこんな中でですねあのいろんなコンピテンシーがあるんですけどもアジャイルコーチングコールスフォイールではその一番中心にあるコンピテンシーというのがセルフマスタリーだと言われていますでセルフマスタリーって何かっていうと,、えー、と振り返りや内政あとはまあ継続的な学習とかセルフケアあの、まあ、自分自身がですねあの疲弊しきらないように適切にケアするということを通じて えー、自分自身の感情知性を高め、感情知性はちょっと,ょっとまた後であの詳しく説明するんですけども、まあ、自分の感情を、まあ、ポジティブにコントロールする能力を高めて、えー、仕事においてもプライベートにおいても、まあ、ウェルビーイングな状態を実現して、まあ、自己変革を実現するという、このセルフマスタリーがあのコーチのコアペンコンピテンシーだというふうに書かれています。えー、これはあのー あのボブさんにもやっぱりなんでセルフマスタリーがあのコアコンピテンシーなんだと思うみたいなことですねスクラムインクメンバーにもいろいろ言われてみんなでディスカッションをしたりしたこともあしたりもしたんですけれどもやっぱりあの我々って本当にいろんな役割を持っているあのあの教えるということもあればファシリテーションをすることもあれば あとは、その、もっとコーチングスタンスをとって、みんなに、ま、みんなの、あのー、まあ、観察をしたりとかですね、ちょっと引いたりするようなこともあれば、あとはやっぱり、その、ロールモデルとして、あの、あのー、やっぱりその、アジャイルを体現するみたいなことがあったりとかするときに、やっぱりその、感情知性っていうのは、自分の、あの、感情を適切にコントロールして、あの、自分自身に、あのー、 まあ、共感をしながら自分自身をそのグロースマインドセットに伸ばしていったりとかあとはあのチームやです、ね、組織の,あの周りの人の感情を理解して適切に振る舞う力なんですけどもやっぱりこういったものがです、ね、あることによってあの適切にコンピテンシーを使い分けたりとかあとはあのそれぞれのコンピテンシーもやっぱり感情地に非常に密接に結びついているので やっぱり感情知性っていうものを高めるっていうことが中心にあるっていうのは結構納得だよねという話をあのスクラムインクのメンバーとはしたりしてました。で、えっ、ー、と、まあ、とはいえ、多分これを聞いてる皆さんの中では、エンジニアリングのプラクティスや、あとはプロダクトマネージャー、リーンスタートアップだったりとか、あと経営の知識みたいなものもアジャイルコーチにすごい大事だよって思われる方もいらっしゃると思うんですけども、 あのアジャルコーチングローソフィイルでは、まあ、コンピテンシー、行動特性とですね、まあ、知識みたいなのを分けていって、この先ほどのコンピテンシーがあるからこそ、まあ、こういったあの、まあ、チームや組織をですね支援する知識も伸びていくというあの考え方をとってますで。ボブさんもちょっとこの辺を話してくれたんですけれども、やっぱりそのエンジニアリングプラクティスとか、あのプロダクトマネジメントの考え方もどんどん変わっていくし、まあ、こういったものっていうのは、やっぱりその コンピテンシーがしっかりあることによって伸びていくものであって、まあ、知識よりもです、ね、やっぱりコンピテンシーの方が大事なんだみたいなことを話をしていました。で、Azure Coaching g r o ファイルなんですけれども、ぜひあの気になる方は活用、今後活用していただけるといいなと思うんですけれども、ボ、ま、ブ、あ、さんがです、ねまあ、セルフアセスメントツール、ちょっと英語ではあるんですけれども、まああの、それを使っ作っているので、あのまあ、定期的にアセスメントをしていくみたいなこともありますし、 あとはこのアセスメントを通じて、まあ、自分の成長の機会、自分はここ強みだけれども、今のチームの状況とか、まあ、クライアントの組織の状況を見ると、ここを伸ばしていきたいとかですね、あ,のー、あったら、それはあのーあのー、自分の成長の機会を見つけるのに使ったりとか、あと、あのー、スクラムインクジャパンの中では、結構、あのー、コンピテンシーごとにこうみんなで集まって、 あのこれってどういうことなんだろうって勉強し合ったりとかしてることもあるんですけども仲間のコーチやスクラムマスターとみんな集まって改善したいコンピテンシーに関する学びをしたりとかあとあのボブさんは結構あのコーチング道場みたいなことも進めていてあの何かですねあのアジャイルコーチやスクラムマスターがあの陥りがちなあの実際の,あのチームの状況みたいなのをかあの。 をあのロールプレイングで作って、まあ、コーチングをしてみて、みんなでフィードバックし合うとかですね、まあ、そういったこともあのおすすめだったりはします。で、この辺のことはですね、先ほどのボブさんの本にすごい詳しく書かれているので、まあ、気になる方はあの読んでみていただけると非常にいいんじゃないかなと思います。じゃあ、ここからはですね、ちょっと感情知性というところに移っていきたいと思うんですけども。 あの感情知性であの、先ほども言ったんですけれども、ダニエル・コールマンという人が90年代に、まあ、提唱してあの、広くビジネスの,あの世界で使われるようになったあのものであの、自分と周りの人の感情を認識して、自らをどう聞きつけあの、自身の感情と周りの人々の関係における感情をうまく管理する能力であると言われています。 でなんであの私たち、その感情をコントロールするのは難しいかというと、あああのダニあののボゴールマンさんの本にもあの書かれているんですけれども、人間の中には感情の脳とあの理性の脳、思考の脳というのは実は別々の場所があって、あの、まあ、感情の脳の方が早く反応することが分かってます。で、これってあのやっぱり人間ってこんなにその今はあの安全な世界に住んでますけど、 うう危険な世界に住んでいたので、何か蛇とかを見たときに、早く逃げたりしなくちゃいけない。なので、あの恐怖みたいなものの方がですね、まあ、先に、しかも強くあの脳の中で,ですね、湧き起こってきて、でそれを見ると、まあ、反応して、やっぱり生存するようにできている。なのであの、我々はですね、感情をコントロールするのすごい難しい。で、感情をコントロールしているのがですね、前頭葉というところなんですけれども、で前頭葉は、あのー まあ、座禅をしたりとか、あとはこの内政をしたりとか、いつもその自分の感情に気をつけていとまあ、少しずつ発展する部位だと言われていて、まあ、ここをです、ね、鍛えていくと、まあ、感情をコントロールすることができると言われていますで。感情知性なんですけれども、先ほどの定義に対してです、ね、4つの証言とあの、まあ、コンピテンシーみたいなものがあってですね。あの 4つの中に置かれているんですけども、一番その大事なその感情知性の証言というのは自己認識だと言われています。やっぱりその一番さ大事なのは自分自身に共感をして、自分自身の感情を認識する力。これがあの感情知性の一番その重要なあの能力だと言われています。で、自分自身に共感することができると、 自分が本当は何をやりたいのかということが分かってきて、そうするとその目標に対して自分をですねあの、その目標に対して成長することができる自己管理という力が強くなってきます。で日本だと自己管理っていうと、何でもかんでもその感情を抑えようみたいなニュアンスにあの聞こえてしまうかもしれないんですけれども、あの感情実現における自己管理は、どっちかというとネガティブな感情を抑えるだけではなくて、成長に対するポジティブな感情。 ああいうふうになりたいみたいなですね、ワクワク感みたいなのを自分の中でちゃんとコントロールして、沸き起こらせて、自分を成長させていく、グロースマインドセットのことを指しています。で、自分自身に共感することができると、初めて他者に対する共感もすることができます。昨日もあのキーノートの中で、やっぱ共感大事っていう話もあったと思うんですけれども、あの 他者に共感する前提としては、自分自身の感情が分かっているということが非常に大事で、自分自身の感情が分かっていて、客観的に見えているからこそ、自分と違う他者の感情というのが分かることができる。で、他者に共感することができると、初めて今、この人は何が欲しいのかって分かるので、適切なそのリーダーシップだったり、チームワークっていうのを発揮することができる。で、この感情知性を伸ばしていくと、 あのやっぱりです、ね、リーダーとして、えー、チームメンバーとして、まあ、パフォーマンスや結果にインパクトを起こすことができる。でこの感情知性っていうのはですね、まあ、どうやって伸ばすことができるか、っていくつか方法があると言われているんですけれども、その1つがまあコーチングになります。で、えー、ここから最後はですね えーとまあ、コーチングっていうのはなんで感情知性を高めることができるのかとかですね、感情知性を高めるコーチングで ICT コーチングというものがあるので、あのこれをご紹介したいなと思います、えー。日本ではあまり有名ではないんですけれども、まあ、世界的にですね、非常にこのコーチングとか感情知性の中でこう権威と言われてリチャード・ポヤティスという教授がいて、あの <laughs> 自分が解約したので、高校君みたいになってしまうんですけれども、 あのリチャード・ボォツイス教授が、まあ、感情知性やコーチングについて研究した、まあ、成果をですねあの、本に出していて、えー、最後はです、ね、この本に基づくコーチングを最後ご紹介したいなと思っております。でリチャード・ボォツイス教授はもともとですね感情知性とかコーチングの研究をする前は、実はアルコール依存症の,あの人が立ち直るプロセスみたいなのを研究されていて。で アルコール依存症の人にはです、ね、あの2つの,そのパターンがあって、最初はお酒をちょっとやめるんだけれども、やっぱりいつかです、ね、リバウンドしてしまってやめることができない人、でそれに対して、あのー、最終的にはアルコール依存症を断ち切ってです、ね、あのーまあ、健康な生活を取り戻せる人っていうのがいたそうです。で じゃあ、この後者の人たちにはどういうような違いがあったのかということをです、ね、研究して、えー、提唱されたのが、リチャード・ボヤツ教授の、まあ、インテンシブル・チェンジ・セオリーと意図的変革理論というものになります。でアルコール依存症を、あのー、やめられた人っていうのは何が特徴だったかというと、あのーまあ、お医者さんとか家族から、ですねもうアルコールはやめろ、お前の人生はもうこのまま台無しになってしまうぞ。 みたいなやり方ではなくて、あのアルコールのですね、まああのーまあ、依存症化立ち直るグループみたいなものがあるんですけれども、本当の意味で助け合うようなグループに、まあ、属していて、まあ、非常にその安全心理的に安全な場の中で、本当に2015年。 なりたいいのかっていうこ理想の自分というものを発見してでその上で今どういうことができていて、えー、どういう言葉をもっと変えなくちゃいけないのかということをまあ理解をしてでその理想の自分になるために、あのー、どういうようなことを学ばなきゃいけないどういうような考え方を変えなきゃいけないのか,とか。 どういう気分を見ていかなきゃいけないのかということを明確な行動プランにして、それをまあ実験と実践を通じて、自分のマインドセットを変えられた人、まあ、そういった人たちがですね、あのアルコール依存症から立ち直れたそうです。で、その時に一番重要なのが、常にポジティブな感情を引き起こすという状態になっていること。あのー、やっぱアルコール依存症ってやっぱ非常に 苦しい容疑だと思うんですけどもうアルコール依存症の人で通常だとやっぱり自分でもーガなとかですね、あの,の人もすごいもうやめろ、お酒やめろ、やめろって言われているような状態だと思うんですけども、そうではなくて、お酒をやめた後にどんな自分になりたいのかとかですね、あのまあ、今はお酒やめれてないかもしれない、どんな強みがあるのかとか、そういったで、ね、ポジティブなことに非常に着目できている。それ 単純にですね、もう自分自身でできないので、そういうことを導いてくれる、まあ、コーチがいるということが非常にあの重要だったそうです。そこから今日は、あの人の,あの自律的なあの成長や変化と、まあ、それをです、ね、意図的にあの支援をする、まあ、コーチングというものに研究を移していったんですけれども、先ほどの5つの,その発見というのを、 まさにそのサポートするっていうのを、あのーまあ、リチャード・ボヤツ教授はですね、思いやりのコーチングというふうに、あのー、名付けていて、このアプローチが非常に大切だということが分かってます。で、思いやりのコーチングに対してですね、あのー、反対の,あのアプローチを本の中では誘導型のコーチングと言ってるんですけれども、我々結構日本人とか、あとま大きな組織とか学校とかでやりがちなのが、 あのまあ、自分軸とかですね社会の軸でこうやりなさいこうなりなさいみたいなことを言ってしまうでそういうことを言われると非常にそのネガティブな感情が湧き起こってきて先ほどの,です、ね、あのアルコール依存症でやめれなかった人のように一旦は何かの問題が解決するんだけれども変化が持続しないでそれに対してあの本当の意味でありたい姿を引き出したりとか その上で自分の強みに気づかせてくれたりとかするそのアプローチっていうのはあのポジティブな感情を引き起こして、まあ、非常にです、ね、あの対象者の人あのクライアントっていうのはああいう可能性もあるんじゃないか自分にこういう強みがあるんじゃないかもっとできるんじゃないかという意欲が湧いてきて、まあ、主体的な変化が持続するということが分かってます。リチャード・ボイス教授はですねこれが あのなんでそういうふうになるかみたいなことも非常に研究をしていて、あのー、人間の脳の中にはですね、誘導型のコーチングを受けたときに活性化するネットワークと思いやりのコーチングを受けたときに活性化するネットワークっていうのは全く別のものであるということが分かっていて、しかもこのネットワークっていうのは、あのー、別々にしか作用しないということも分かっているそうです。そしてこのあの思いやりのコーチング を実践してポジティブな感情が引き起こすとあの、まあ、人間の中で,ですね本当そのイノベーションに必要なその夢を見る力とかチームワークスクラムみたいなそのチームで働くことにあの重要なコラボレーションの力とかですね人の意見とかをオープンにあの聞き入れるような力みたいなことがあの、まあ、つながってくるということもわかっているそうです。またあの やはいろんな研究してるんですけども思いやりのコーチングで、まあ、ポジティブなえあの感情が湧き起こっている時には実際にです、ね、脳の中ではあの上位視覚領域というです、ね、非常にその視野が広くなるようなところっていうのも活性化されていてものすごくです、ね、大きな視点で、まあ、自分のビジョンだったりとか自分の強みを見えるというところが活性化しているということも分かっています。 であのー、先ほどの,あの意図的変革理論なんですけども大事なのは理想の自分から始めるとということですで理想の自分って何かということなんですけども自分たちがほあの自分がですね本当の意味であの自分の強みを発揮していた原体験を通じて築かれた価値観や信念だったり本当の意味でこの人生一回しかない人生やりたいことだったり、まあ、今の仕事や暮らしを通じて あの理想の自分や将来像としてのパーソナルビジョンを明確にするっていうところから始めるのが非常に大事だそうです。ちょっとあの皆さんもですねあ,のあと数分しかないんですけれどもぜひあのちょっとですねあの手元のところでメモったりとかして考えてみてほしいなと思うんですけれどもあの、まあ、コーチとしてですねあのこういったポジティブな感情を引き起こす問いかけとしては。 まあ10年後、15年後、あなたが最高の人生を送っているとしたら、どんな状態ですかとかですね、もし宝くじが当たって、う本当にそういあの働く必要がない、何の制約がなかったとしても、やってみたいことって何ですかとかですね、まあ、そんなあのあのパワフルクエスチョンをつなぎながら、あのパーソナルビジョンをですねあの見つけていくということは、非常にに大事になりますアニメとゲーム、いいですね。<laughs> そうですねあのいいですね、まあ、自分もあのこの,の ICT コーチングですねあの、実は研修を受けながら ICT コーチングをじあの体現しているあのコーチのマスターコーチの方に、ですね、まあ、半年ぐらいコーチングを受けるという経験があって、この1年とか2年とか、ですね自分自身も自分のパーソナルビジョンでずっと見つめ直してきました。 でそんな中で自分がやりたかったこと、アジャイルコーチとして、えー、とやりたかったことなんだろうみたいなことをすごい考えてたんですけど、やっぱり自分はあのー、いろんな組織、チームにしても、組織にしても、喜びとかですね、興奮、あのー、興奮とか幸せとか、そういったポジティブな感情っていうのをもっと引き出すメカニズムみたいなものを解き明かして、 自分自身ももっともっといい人間になりたいし、あの自分の周りの家族もあのもっとそのいいものにしたいし、あとはあの今日はコミュニティで話させてもらってますけれども、スクラムのコミュニティも自分のお客さんも自分の所属している会社も、まあ、コミュニティだと考えたときに、もコミュニティももっとポジティブな変化をもたらしたいみたいなことが自分の本当にやりたいことなんじゃないかなみたいな。 ところが見えてきてき、まあ、そうすると、なんかいろいろやりたいことが出てきたというか、あのこういったあのコミュニティイベントで話すのもものすごい久しぶりなんですけども、やっぱこういうのを伝えたいみたいなことも湧き起こってきて、あのーまあ、今日今日話してるみたいなこともあったりとか、あのー、します。で、えーと、なんでコーチングを通じて感情 っこれは ICT コーチングだけじゃなくて、まあ、コーチングって全部多分一緒だと思うんですけどもコーアクティブもオースクも NLP も全部一緒だと思うんですけれどもコーチングを受けるとやっぱりその自分自身に共感できるようになる自分自身に共感できるようになるとどういう風になりたいのかって見えてくるのであの今日私がここで話しているように自分自身を成長させるためのアクションが取れるようになるで自分自身に共感ができるようと 自分ももともとですね、やっぱりそのアジャイルとかスクラムにちょっと否定的な人に共感するのはすごい苦手だったんですけど、でもやっぱりこういう人たちのことも共感しないと巻き込むことはできないみたいなですね、あのー、自分の,あの共感の力も伸ばしていきたいみたいなことも見えてきて、少しずつ今でもそんな得意じゃないですけど、あのー、お客さんのクライアントの中で、 やっぱりスクラムとかジャイルとかまだまだどうかなと思ってる人にも少しずつ共感する力があの高まってきたりとかそうするとやっぱりコーチとしても、まあ、少しずつその成長するみたいなこともあの実感してたりします。で、えー、とこれ今あの個人の話をしたんですけれどもあのこ私あのスクラムチームの成長の鍵も全く同じなんじゃないかなと思っていて。 やっぱりあのいいチームとかあの自分もコーチングしてああいいチームいいチームになったなみたいな時ってやっぱり自分が何か教えるっていうよりはチームが自分の理想みたいなのを持ってたりとかそこに向けて自分の強みっていうところにすごいフォーカスしてどんどん成長していこうみたいな思えていたりとかでそれがあの振り返りを通じてどんどんその強くなってるみたいな時にものすごいいいチームになるなっていうのは実感していて。 でこのあのあ意図的変革理論ってあのまあ、個人私たち一人一人の成長のメカニズムでもあるんですけどもきっとチームの成長の鍵でもあるんじゃないかなと思っていたりします。でえっ、ー、とコーチングってあのすごいいいなと自分も受けたりとか今広めてて思ってるんですけどもあのぜひですね今日あの あの参加されてる方々もコーチングに興味あったら、まあ、いろんなコーチングで学ぶあの本もありますし研修もあると思うんですけどもぜひ始めてほしいなと思っていてでその中であの自分があの監,修し監修した本にも書いてあるピアコーチングって特におすすめなのかなと思いますで従来のコーチっていうのはプロのコーチと、まあ、クライアントという関係だったんですけども、まあ、仲間同士でコーチングをし合うそうすることによって本当の意味でその あのこのグループが共鳴する関係になって、こう社会を変えていくみたいな、ピアコーチングという関係があるんですけれどもあの、やり方があるんですけれども、なんかスクラムの実践者、スクラムマスター同士とか、コーチ同士とか、コーチとスクラムマスターとか、まあ、その関係性の中で、ピアコーチングってすごい適してるんじゃないかなと思ってたりします。で、えー、とお時間になりましたあの <laughs> ちょ。すごい量のスライダー作ったんで、なんかあの終わるかなと思って。 あのちょっと皆さんの声とかも全然あの,あの拾って話すこともできずわーって一方的に話してしまったんですけども今日あの皆さんに本当に伝えたかったことっていうのはあの3つであのやっぱアジャイルコーチとかスクラムマスターとしてもっともっと成長したいっていう時にあのアジャイルコーチングロースフィールは本当おすすめなのであのぜひ学んでみてほしいですしあの 日本語に訳したいとかですね、ボブさんの本も訳したいみたいな人がいたら、ぜひご連絡いただきたいなと思います。で、アジャイルコーチのコアコンピテンシーっていうのは、まあ、感情知性で,で、感情知性っていうのは、あのコーチングだったり、マインドフルネスだったり、まあ、そういったものを通じて伸ばすことができるっていうことと、あと、ぜひですね、あのコーチングを 皆さんの中にも取り入れてもらって、あのーまあ、感情知性を高めてあの、より良いコーチ、スクラムマスターにみんなでなっていきたいなと思います。まあ、自分自身も、あのー、こんな話をしながら、いきなり子供に怒っちゃったりとか。 まあ妻にですね、あきれるようなことばかりなので、とても自分の感情性が高いとは言えないんですけれども、でもやっぱ伸ばしていきたいと思うので、ぜひですね、このコミュニティでこういう考え方を広めたりとかしながらですね、みんなであのより良いコーチ、より良いスクランマスターになっていければなと思ってます、えー。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。おすごいぴったりの中に <laughs> 終わりました。すごいですね。なんかまあ、たちょっと質問がある方もいらっしゃる、ちょっと1個ぐらいある人いますオンラインの方も、もしよろしければ、全然あの、ミュートを外していただいてもいいんですが。ちょっと待ってくださいね。ディスコードに質問とかあんのかなま特に大丈夫ですかね。 ああぜひぜひ、あちょっとあの会場から一つ。はい。ああの一件質問がございます。あの大変興味深くよ、はい、お伺いしました。ありがとうございました。と序,盤の序盤のスライドなんですけれども、えっと、問題解決型アプローチ、えっと、それから、えっと、ポジティブアプローチ、はいであの、左側の方ですね、問題解決側の方、あ,の、まあ、あまりうまくいかないあのことも過去には あったたと伺いましたけれどもあの例えばあの、どういった感じでうまくいかない状況に陥るかの事例があれば、ぜひお伺いいしたいです1回ものすごい失敗したのは、名古屋の某大手自動車会社の,あの, <laughs> あのシステム部門の,あの役員の方向けに、ですねあの皆さんの会社はこういう問題がありますみたいな。 もう常にそのデリバリーが遅れてるし、あのー、まあ、こういう問題あります。あの、事前にあの、いろんなヒアリングとかをして、あのー、アンケートとを取って、こういろんなそのレポートみたいなのを作ったんですけど、まあ、ものすごいその、もう、あのー、あのー、感情を逆なでしてしまったというか、あのー、なん言んですかね、やっぱりあの、問題を指摘されると、 それが本当の問題だとしても、やっぱり感情的にすごいネガティブになるというか、あと、そうするとやっぱりそのアジャイルとかスクラム、うん云々の前にもうちょっと対話にならなかったみたいな経験がありますはいあ、ありがとうございます。あのまあ、な,のなんとなくそ、はい、想像できるなと思ったんですけどあのに、日本の会社にそういうの多いなと思いながらあの伺っておりました。はい、どうううもあありりががととごござざいいまましたす ありがとうございます。じゃあ,あの、時間も時間なので、これで質問を打ち切らせていただいて、あの和田さん、本当にめちゃくちゃ良かったと思います、はいあの。本当に夢を考えてみたいと思います。いますはい。ありがとうございます。はい。じゃあ、事務にありがとうございます。はい。ありがとうございました。今、今この会場でめちゃくちゃいい拍手が起こってました。あ,ありがとうございます。はい。は で、えっ、ー、と次行きたかったです。はい。あ、そうですね。またぜひとも。<laughs> はい。ここから地面連絡で、えっ、ー、と次は15時3時から、えー、始まりますので、また休憩になります。それではしばしご休憩をということでこちらをミュートします。